3番人気、8番グラスワンダー。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。5番人気、7番ウォッカ。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。注目の1番人気、6番大気シャトル。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。相性抜群のマイルで素晴らしい走りを期待したいですね。つながれた勝利のたすきを次へとつなげられるか。第2レースへの期待も高まります。このレース最も人気を集めているのは2大マイル戦覇者大気シャトル1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ダイワスターレットグラスワンダー。現在3番人気、下克上は起こりうるのか。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはダイワスターレット1番10番、これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ダイキシャトル1番快調に飛ばしていきます。先頭は1番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番少し離れて4番2馬身3馬身開いてダイワスターレット第2コーナーを抜け向こう正面に入った。各馬娘1段となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。先頭は依然1番1馬身リード続きました。2番さらには4番内にはダイワスターレット後ろ大気シャトルその外並んでエアグルーヴ後ろ7番ウォッカ内から内からグラスワンダーそれを見るように11番その後ろ12番後方2番手に10番9番ウォッカ現在しんがりだ。意気揚々と先頭行きます。1番どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。残り400大気シャトルここで抜け出した。足を止めている展開。これは直線勝負になるか。内から仕掛けフルスワットルでぶっちぎるぜ。200を通過グラスワンダーすごい足だグラスワンダー抜け出したグラスワンダー足色は衰えないグラスワンダー今一着でゴールイン。マイルレースのチーム代表戦を制したのはグラスワンダー。見事な勝利をチームへ届けました。2着には7番ウォッカ3着に入ったのは大気シャトル。勝利の舞ですよ。